はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第26回黒田博樹の歴史講座にようこそお越しくださいました。今私申し上げましたように、この黒田博樹の歴史講座は26回目を迎えます。で、本日この講座を開いている日は平成23年の9月24日なんですが、この日はですね、ちょうど私がブログを始めてからほぼ2年半の節目の日でもあるんですよね。まあ、これまで2年半26回、まあ、よくぞここまで続けてきたなと思いあるんですが、もちろんやめるわけじゃありませんので、はい、今後も続けていきますけども、まあ、ここまでよく続けてきたなというのが自分自身正直な思いでもあります。それでですね、今回ですね、題材として選んだのはやはりこの歴史講座では日本史がありますよね。この日本史の長い歴史を一気に捉えるのが私の役目だと思ってますので、今回は藤原氏ですね、藤原氏に焦点を当てて授業と申しますか、講座を行っていきたいなと考えています。で、藤原氏といえばですね、もともと大化の改新などで功績があった中富の鎌足という人がいたんですけども、この中富の鎌足という人が死の直前にこの藤原の姓を朝廷から送られた、これがスタートであるっていうのは皆さんよくご存知じゃないかと思うんですね。で、この鎌足以降もですね、例えばその鎌足の息子の藤原の不比等、あるいは藤原の中麻呂など、彼の子孫がですね、鎌足の子孫が奈良時代に活躍したほか、平安時代に入ると、まあ、ここに画像があるんですけども、藤原道長やこのその息子の頼通の親子の頃には、この藤原氏の権勢というのが頂点を迎えるわけですね。しかしですね、藤原氏の天下というのはいつまでも続いたわけではございません。その後巻き返しを図った皇室によって藤原氏の権力というのは次第に衰えていきます。そしてやがて武士の世の中になると、政治の表舞台から完全に消え去ってしまったわけです。で、その後の藤原氏なんですけども、まあ、実権は失ったんですね。実権を失ってしばらく過ごしていたんですが、やがて一時期はですね、実は皇室よりも上の地位、つまり皇室よりも優位に立っていた時代があったんですね。これは皆さんご存知でしょうか。そして、あるいはその藤原氏の末裔、つまり子孫の末裔ですね、末裔がなんと国政の最高責任者にまで出世していたという事実もあるんですね。これについても皆さんご存知でしょうか。我が国の歴史に深く関わった藤原氏、この藤原氏を検証することによって、私たちは現在に続く大きな歴史の流れというのをつかむことができるんですね。今回の講座ではそんな藤原氏の栄枯盛衰について時間をかけてじっくりと確認していきたいと思いますので、最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。